はい、皆さんこんにちは。今日は僕の友達を紹介させてください。そう、今日これから紹介する彼の名前は宗芸です。はい、で彼はウクライナから日本に今住んでいる友達です。何よりも最初にまず写真を見てください。これは一緒にジムに行った時の写真です。見るからに僕よりでかいです。はい、完全にねサイズは負けてます。はい、この写真は6月に撮った写真なので、僕がちょうど大会に出る前だったんで、僕が一番キレキレの時の状態です。はい、少しサイズは落ちたといえ、宗芸にはねかなりサイズ負けしているぐらい相当でかいです。はい、でなぜここまで彼がこんなにでかいのか、はい、ここで一つ、まあ二つもびっくりすることが、そう、まず彼はジムでウエイトトレーニングをしないんです。はい、そこが本当にかよって思うぐらい、マジかよって思うぐらい、彼は基本的にはウエイトトレーニングはしません。で彼曰くするという時はリハビリ的なことを兼ねてジムに行くみたいです。はい、なので普段はあんまりジムに行くことはないと言ってました。でこの日はたまたま一緒にトレーニングができたのですが、はい、なぜ彼がここまでごついのか、はい、まず彼はエアリアルストラップのサーカスの方です。はい、彼の出身はサーカスで、エアリアルストラップをもう長きにわたってやってます。はい、まあ、これがもう本当にもうこれ一つでこの体を作ったと言ってました。正直ね、ここまでの体自重で作るのは本当にすごいと思う。はい、で僕らみたいな自重トレーニングで腕立て伏せとかもやるとは言ってましたが、基本的にはストラップがメインと言ってたので、ストラップがどんだけ激しいものか、エアリアルストラップは本当に力がないとできない競技の一つ で、僕も何度か挑戦しましたが全くできなかったです。まあ、少しねある動きはいくつかできたけど、大抵の動きは全くね初心者の人にはできないです。はい、コアがしっかりしてないと無理だし、僕らみたいなこうジムでこういう動かすような筋肉というよりも、むしろ静止、要はある一定のところで止める力、インナーマッスルとかがないと、とてもじゃないけどできません。彼はその分野のプロです。それでここまでの体を作ってるっていうのは本当にすごい。しかももう一つすごいことが、すごくバランスのいい体を作っているっていうことです。はい、僕らみたいな、フィジーカーはジムに行って部分部分をかっこよく見せるために部分部分をしっかりねバランスよく鍛えていくんです。なので最終的に見た目がすごくいい、バランスの取れた体ができます。はい、で彼の場合は全くそういったトレーニングはしていません。それが本当にすごすぎる。うん、はい、これ今見てもらったやつがエアリアルストラップです。はい、もう、ま、なかなか見てもうちょっとびっくりするでしょう。はい、それぐらい、そう、すごい。でここで2つ目の驚きです。彼はビーガンで肉を食べないです。はい、これが一番すごいね。いや、何よりも。そう、彼はビーガンというのは、ベジタリアンではなくて、牛乳も飲まなければ、卵も食べない。チキンも食べなければ、もちろん肉も食べないです。で、彼が主食とする食べ物は野菜だけです。はい。野菜だけであの体が作れてるっていうのが、オーマイガー！嘘みたいな話だけど、そう、本当なんです。彼は一切肉食べません。で、あの体です。はい。で、この後は一緒にトレーニングを終えて、服を脱いで一緒に撮りました、写真を。はい。まあ、僕の方が色が黒いんで、まあ、この時一番キレキレだったっていうのもあるので、脱いだ感じは僕の方がちょっとね、キレがあるように見えます。で、彼はちょっと色が白いので、体のタイプは少し違いますが、肩とか腕周りとか背中は完全にね、彼の方がでかいです。はい。信じられないでしょ、これが。要はジムに行って器具を使うトレーニングではなくて、サーカスのエアリアルストラップで、さらにビーガンで、ある彼がここまで大きな体を作れたっていうことは本当に驚きです。でもこれはもちろん彼は日本人ではないので筋肉質な体型なのかもしれませんが、これは正直可能な
ことだと思います。はい。要するに、お肉を、まあ、タンパク質をもちろん体に入れるっていうのは、本当に体を鍛えていく上で、さらに、膨らみのある筋肉をつけていく中では、必須項目ではありますが、正直食べなくても、つけようと思えばつけれます。ただ、時間がすごくかかります。誰しもが一日でも早く体を大きくしたいって思ってトレーニングする人が多いと思います。そういう人はもちろん、タンパク質は取ってください。彼は長きにわたってトレーニングをしているので、こういう体を、ビーガンでありながら作れています。はい。でもある部分は僕の方が発達している筋肉があったり、そこはお互いに合ってなかったりする部分もあります。トレーニング中にフロントレバーのバトルをしました。はい。フロントレバーというとストリートワークアウトの、ある技です。はい。まあ見てください。フロントレバーに関してはちょっとだけ僕の方が良かったかなと思います。はい。多分経験がもう僕の方がもう少しあったというところで、で送迎はどっちかっていうとフロントレバーよりもプランチとかの方が強いです。で今回の動画は短くなりましたが、興味深い、面白かったと思ったらぜひいいね残していてください。そしてメトロンブログはインスタグラムやってます。はい。随時アップしてるのでチェックしてください。では次のエピソード、サプライズを用意しているのでぜひ次の動画のエピソードも見てください。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。